皆さんこんにちは、なるほど天です。今日も突然異世界で遊んでいきます。さあ、あれですね、前回の動画はかなり辛い戦いでしたけど、なんとですね、アントワネットちゃんが見えませんけど、ちょっと待ってください。ちょっとお子さんを育てないとですね。なんか女の子もやっぱ可愛いですね。男の子も可愛いですけど。ネットワークエラーですか。でも私はくじけません。マリー・アントワネットちゃんをもう一回見たいです。いきます。ランダムイチャイチャですね。いやー、はだけますね。そうですね。たまに喋ってくれるんですけど、なんででしょうね。さすがです。なかなかアントワネットちゃんにさせていただけないと。おかえりなさい。さすがにですね、前回の動画でかなりですね、ガチャしましたので、まあ、訪問ですね。今回は、すぐにですね、多分お嫁さん来てくれるんじゃないかなと思ってですね、多分、今回の動画、まあ5分以内に終わるんじゃないですかね。と、この前もなんかそんな感じで、言ってたんですけど、まさかのですね、動画つなぎ合わせると18分になるというですね、まあ、鬼のようなですね、自分で後から作った動画見直してもですね、どれだけやってるんだというぐらいですよ。しかも私、朝起きた時の声がですね、死んでますよね、かなり。今夜ですけど、いいんですけど。おお、やりましたね。出だしが好調です。なんか前回も出だし好調だったような気がするんですけど。おお、クロエちゃん。もういいですよ。言ってください。お嫁さんにしてですね。わかりました。来ない。まだ来ないんですか、クロエちゃん。ちょっとあれですね。では今日あれですね。私、チャットデビューいたしましたので。あれですね。私がですね。多分こちらの世界では小野奈々子と名乗っておりますので、まあ、あれですね。動画検索していて、声が男性ですので、驚かれると思いますけど、いや、驚かないですよね、さすがに。ということで、また、こんばんはと。でも誰かわからないですよね。今、王に俺はなるはですね、実況なるほど点って入れるんですけど、もう一つの日帰りナイスもですね、文字数制限があって、あれですね、実況なるほどまでしか入れませんので、まあ、それで遊んでみます。まあ、ぜひですね、なるほど見かけましたら、こちら、まあ、コメントください。頑張りましょうね。まあ、チャットも結構楽しいので、まあ、王に俺はなるがですね、一番チャットが盛んでですね、なんかひたすらですね、チャット皆さんされてるんで、私もずっとチャットしてたらですね、ゲームする時間を忘れるっていうですね。ということでですね、もうちょっとですね、ガチャ続けていきたいと思います。さあ、また探訪の旅ですね。ガチャの旅でしたね。おお。やりましたね。全然何もやってないですけど。あ、ダメですね。さあ、ガチャ3回やります。おお、初めてですか。細川ガラシャさんですね。さあ、仕事が終わりましたので3回行きます。おお、アントワネットじゃんですね。いや、もうそろそろ来てくれそうな、嫁さん、お嫁さんですね、何人かいらっしゃるんですけど。さあ、3回ですね、遊んでいきます。なんとですねちょっとあれでした、ちょっとびっくりしましたね。私が動画を撮ってない休み時間に、遊んだら、なんとお嫁さんが一人増えました。なんででしょうね。動画をこんなに頑張って撮っているのに、
ということでですね、早速ですね、美人さん、間違えました、こちらの方でした。どうした？さあ誰がお嫁さんになっているでしょう。皆さんわかりますか？皆さんですね、南さんでございますね、すいません。そうですね、1日経ちましたが、あれですね、なんか私の昨日のチャットがまだ残ってますね。やっぱあんまりお二人ぐらいしかチャット使われてなかったので、まあ、もうちょっとチャットですね、私も打っていきたいと思います。ということでですね、今回ですね、千姫ちゃんですか、武家の女の子ですね、刀持ってちらつかせてますけど、そうですね、私はそれには屈しません。いきます、ランダムイチャイチャです。さあ、おやりました。なんということでしょう、刀は持ったままなんですね。ちょっと私が預かっておきたいですけど、いやすごいですね、もう上からもうあとはもう下に落ちるだけみたいな感じですけど、いや恥ずかしがってますけど、あれですね、すでにこの状態から顔が赤いですけど、おアントワネットちゃんもだ、もうほんとすごい破れ方してますね。獣に襲われた時ぐらいじゃないですか、こういう破れ方するのは。ってことはラストは、なぜ喋るんでしょうね、他の子喋ってくれなかったですけどね、あ、なんかすぐ終わっちゃいましたけど、なんか何回も見てますからね。おかえりなさい。あとはもう回収して終わりですね。ということですね、今回の動画は以上になります。よろしければグッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いいたします。毎回エリ君と声が被るんですけど、まああとどちらの方が来られるんですかね。結構もうそろそろな女の子ちゃんたちが多いんですけど、ヨミちゃんたちですか、俺ヨミちゃんですか、クロエちゃんとかも次来ると思うんですけどね。なるほど、紫式部さん勢力で来られるんですね。それ私勢力全く上げてませんね。アン・ハサウェイちゃんも来そうですけどね。あーでも結構勢力の方いらっしゃいますね。お、孫昌浩ちゃんだ。ね、あの、孫権の方々ですね。孫作、孫権、孫権さんですね。孫権さん二人いらっしゃいますからね。おじいちゃんとお孫さんぐらいのあれで言いますから。こちらの方はあれですよね。ベイちゃんも来るんじゃないですかね。北条政子ちゃんとかいるんですか。あ、政子さんですかね。いやーいいですね。で次回ですね、また、ガチャをして、お嫁さんゲットしたいと思います。それではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。